ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年11月1日、配信サイトふわっちを運営する株式会社ジグ .jp は VTuber プロジェクト、パレデミア学園の発足を発表。公開タレントオーディションの後、60人一斉デビューをするのだそうです。ホロライブが海外合わせて66人みたいだから一気にそれに近づく規模になるのか。女の人数だけなら二次三次とも変わらんのやないか。二次三次日本は女性メンバーだけで90人以上いるので、それには届きませんね。どっちにしてもとんでもない数ですが、記事の中で気になった部分を読んでいきますね。合格者には同社のオリジナルのカスタマイズ可能なライブ 2D が貸与され、配信を行うほか、広告案件の斡旋や公式番組の企画など各種活動のサポートが提供される。合格者が自分で姿をキャラメイクするんか。髪の色が定番のシルバーとピンクばっかりになりそう。応募資格は18歳以上の日本在住女性で、他社との専属契約がなく、今後3年間 VTuber として活動可能な人材。今さらこれでいい人集まるのかな。サポートスタッフには世界で2番目に登録者100万人を突破したブチューブカグヤルナの制作スタッフ、登録者160万人超え超有名ラーメン系 YouTuber 元ディレクター、総登録者60万人総再生6億回超え YouTube ディレクターなど、業界経験豊富な人材を揃えているという。カグヤルナって一人やん。60人のサポートと全然違うし、どうなることやろな。60人一斉デビューなんてどうなるか想像もできないけど、頑張ってほしいね。このグループで今後なんか面白いことが起きたらまた動画にしてお伝えします。以上、ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。